こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はささみのマヨポン焼きです。すごい簡単なレシピなので、こうテロップ出るので、あとはもういつもほら分量言ったりするけど省きますね。で、今日はちょっとなんかお礼が言いたくて、そっちの方を喋っていこうかなと思います。ね、多分 YouTube を始めて1年ぐらい経ったのかな、多分1年ぐらい経ったと思うんです。で、なんで YouTube を始めたのかって言ったら、なんだろうな、インスタで動画を上げてたのもあったし、まあね、どうせ動画上げるんだったら YouTube も上げてみようかなとか、あとはあの嫁いだ娘と今から嫁ぐであろう娘たちにこうレシピを残しておきたくて、まあ、クックパッドをしてるんですけど、こう動く動画の方が分かりやすかったりする時あるかなと思って始めたんですね。で、まあ需要があるんだろうかこんなんって思ってたけど、結構ね、あのアメブロの方とかインスタの方ですごいね嬉しいメッセージとか DM いただくんです。もうほんと普通のねおばちゃんが作ってるね簡単なご飯にすごいね、なんかなんだろう、ありがたいね、もう嬉しいお言葉いただいて、ね、なんか今まで料理が嫌いだったけど楽しくなったって、何作ろうかなって思うようになったって、もうそういうねメッセージ DM すごい嬉しいです。もう自分もほらめんどくさかったりとかだるかったりして作りたくない時もあったりするけど、なんかそういう皆さんの優しいこのお言葉が私のモチベーションを上げてくれてます。本当ありがとうございます。で、 YouTube の方でなんでコメ欄開けないのっていう話だけど、チキンなので私ね、あのコメント欄開ける勇気はありません。あと、なんだインスタとかアメブロとかでも YouTube までってなったら管理しきらなくなるので、今でもね管理しきらなくてすぐ忘れちゃったりしてるので、なので YouTube の方では多分コメント閉じっぱなしにしてると思いますが、これからもよろしくお願いします。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタアメブロも概要欄にリンク貼ってるので、よかったら登録してもらえたら嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。